システム経費は、132億8400万円ですよ、これは新クライアント方式というのは、要するに端末にデータを記録しないで、サーバーのところで集約をし、そして、永久的に公文書を保存するっていう、そういうデザインのもとに導入されたものであるはずでありますので、しかもこれに対して、昨日の菅官房長官の答弁、 バックアップデータは行政文書ではない。これ私もこの三年間ね、いろんな仕打ちに耐えてきましたけど、まあ、昨日のあの、お菅さんの記者会見でのやりとりほど、私、もあの、打ち止めされたことはありません。まあ、この国は終わったんじゃないかなというふうにさえ思いました。バックアップデータが行政文書じゃない。 もう本当に許せない発言だと思います。それで、まあ、とにかく、国家戦略特区の問題、特にこの状態が広いんですけれども、先ほど来、あの獣医師。